ゼルダの伝説シリーズ、ゼルダの伝説大地の奇跡、ゼルダの伝説大地の奇跡は、任天堂から2009年12月23日に発売された、任天堂 DS 用アクションアドベンチャーゲーム。略称は、奇跡など。2007年発売の、無限の砂時計に続き、任天堂 DS 用ソフトとして制作された。 2009年3月23日に、米国で行われたゲーム開発者向けイベント、ゲームデベロッパーズコンファレンス2009の中で、発表され、同年6月に開催された、米国のゲーム見本誌 E32009 で、私有台の展示が行われた。無限の砂時計と同様に、主に Nintendo DS 本体搭載のタッチパネルと、マイクを用いて操作する。フィールド上では、 タッチパネル上に表示される、路線図にルートを描くことで記者による移動を行い、それ以外の場面では、様々なタッチ操作によって、主人公などがアクションを起こす。また、マイクに息を吹きかけることで作動するアイテムがあるほか、音声認識機能を用いる場面もある。2016年8月9日より、Wii U 用、バーチャルコンソールが配信されている。 広大な大地が広がるハイラル王国では、鉄道網が発達し、汽車を運転する、機関士は、王国で重要な役割を担っていた。ある日、王国の最寄り村に住む、見習い機関士の少年、リンクは、正式な機関士の任命を受けるため、ハイラル城へ、向かった。城内では、式典が行われ、リンクは、王国の王女、ゼルダ姫から任命書を授かったが、その際、 密かに手紙を渡される。式の終了後に手紙を読むと、そこには、ゼルダ姫の部屋に来るよう記されていた。手紙の通りにリンクが部屋を訪れると、中では、ゼルダ姫が待っていた。ゼルダ姫は、王国各地で線路が消える現象が発生していると、語り、原因を探るため、ハイラルの地を司る賢者がいる。神の塔に連れて行ってほしいと、リンクに依頼する。 リンクは、ゼルダ姫を汽車に乗せ神の塔へ向かった。しかしその途上、リンクたちの前に、王国の大臣、キマロキが現れ、行く手を塞いだ。キマロキは魔物である自らの正体を明かすと、ゼルダ姫に向けて魔力を放出。後段を浴びたゼルダ姫は、体と魂が分離してしまう。キマロキは、魂の抜けたゼルダ姫の体を奪い、その場から去った。 魂だけとなったゼルダ姫は、人々の目に映らない存在になってしまった。しかし、リンクにはその姿が見えていた。リンクが自らを認識することを知ったゼルダ姫は、リンクと共に、再び塔へ向かい、そこで、賢者車輪と対面した。車輪によると、神の塔には、古代の魔王の魂が封じられており、塔につながる各地の線路から注がれる力によって、 封印が保たれているという。そして、魔王の復活を目論む者が封印を解くために線路を消し、魔王の魂を宿す器として、ハイラル王族の体を奪ったのだろうと語った。車輪は旅立つリンクたちに対し、イニシエの時代に神が用いていたという、神の汽車を託す。リンクとゼルダ姫は、神の汽車に乗り、 王国の平和とゼルダ姫の体を取り戻すために出発した。本作は過去に発売されたシリーズ作品、風のタクト、無限の砂時計からおよそ100年後の時代設定になっている。風のタクトの冒険の後、風の勇者リンクと海賊の少女テトラが率いる、海賊団が新天地を求めて海を渡り、航海の末に新大陸を発見、そこで、 神聖ハイラル王国が建国された。本作の舞台となるハイラル王国は、これまでのシリーズ作品に登場するハイラル王国とは別の国である。本作の主要人物の一人、ゼルダ姫はテトラの夜叉後にあたる。本作にはこの他にも、風のタクトと無限の砂時計にゆかりのある人物が登場する。詳細は後述の主なキャラクターの項を参照。 物語の舞台となる、ハイラル王国は、森の大地、雪の大地、海の大地、火の大地の4つの地域からなり、その中心には、神の塔がそびえている。名前や解説は、ニンテンドードリーム・ニンテンドーゲーム攻略本ゼルダの、伝説大地の奇跡 P423 から4 3二おおむね準拠。ファントム神の塔の守護者。 魔物の魂が入り込んだために善良な心を失い、リンクに襲いかかる。リンクが攻撃を受けると、ダメージを受ける上に、フロアの入り口まで戻されてしまう。基本的に倒すことができないため、神の塔ではファントムから逃げ回りながら行動することになる。聖域にいればファントムはリンクを認識できなくなる。また、ファントムは、体が重く、砂地に沈んでしまうため、 砂地も事実上の聖域として利用できる。リンクが光の雫の力を宿した剣や光の弓矢でファントムの背中を攻撃することでゼルダ姫の魂がファントムの体の中に侵入できるようになりゼルダファントムとして操作可能になる。ゼルダファントムはリンクが触れられない物体を運搬したりリンクを背中に乗せて棘の床や溶岩の向こうまで運ぶなど 様々な行動ができる。ゼルダファントムは戦闘補助員としても優秀で敵と対慢させると大抵の場合は倒してきてくれる。ただし、魚魔ゾンや敵のファントムなど強力な敵と対慢させた場合は最終的に押し負けてしまう。また、ゼルダファントムは他のファントムに話しかけることができ、彼らから攻略のヒントをもらえることもある。なお、 ゼルダファントムを何度も攻撃すると怒って反撃してくる。ゼルダファントムがリンクを追跡中のファントムの進路を塞ぐとゼルダファントムを攻撃することがある。ありがとうございます。